ではいでですね、コロナウイルスの話、第4回目やっていきましょう。よろしくお願いします。今回ですね、この4パラグラフ目なので、ここまでまだ見てない人はぜひ確認して見てみてください。はい、じゃあ行きましょう。All these facts combine to explain why three relatively simple things can drastically reduce COVID-19 transmission. さあ、訳してみてください。わかりますかね えーとまず、all of these facts。これは、この事実すべて、主語ですね。前の段落残っていってます。前の段落で、コロナウイルスの説明、科学的な,なんか説明がありましたので、それを指してると。コンバインと explain。これね、よく、誤訳するっていうか、ちょっと、うんってなる人多いるんですよね。これ、コンバインが組み合わさるっていうことで、これ、多動詞も自動詞もありますけど、今回、どっちとも何かを組み合わせる。 違うね事実が組み合わさるわけですよ。なのでこれ自動詞のコンバインです。ということはですよこの後ろの「トゥーフ停止」は目的とかじゃない、ね、もう自動詞ってことは SV って第一文型これ文型終わりみたいなもんなんでここからは全て M です。いいですか M といえば皆さんねトゥーフ停止の副詞的用法って意味何だと思いますかランナするために でやっやぱパッと思いますねそれいいけど「ために」というのは必ず主語にそういうういい意意ががある意図があるる図っていうことですよね例えばみんなは合格するために勉強しているっていう時は合格しようという意思がありますよね当たり前のことなんですけどもこういう時はどうですかこういった事実これらの全ての事実が説明するために組み合わさってるよさそうもしそうやって訳すとね 事実がまるで意思を持って、ね、説明しようみたいな感じで思ってよし組み合わさるんだみたいな感じで言ってる感じよねおかしいよねそうじゃないんですよこれはためにじゃなくっていつかそういう場合はね基本的に前から訳したい前からそしてみたいな感じまあ結果の用法ってやつよなのでこの主語に意思がない場合の福祉的用のという不定詞は前から訳していったらスッと入るかなと思いますよはいこういった事実全てが組み合わさって 中不定詞以下を説明してているって感じはい。ということで、まあ、こういうね、相まってとかでもいいかね。組み合わさってとか、相まって説明しているのだ。この前からエクしましょう。はい。じゃあ、いきますよ。Why t h w e relatively simple things? なぜ3つの比較的単純なことが can drastically reduce?drastically は劇的にって意味ね。劇的に減らすことができる。 えー、Covid-19 Transmission コロナウイルスの感染をと、ね、3つっていうのは今から説明する3つです今まで出てきてなかったからね、えー、なんでここからはファーストみたいな感じで3つ説明されていくんですがそのね今から説明しますその3つのシンプルなことがなぜコロナウイルスの感染を防ぎうるのかそれをねこの事実が相まって説明してると <noise> OK ということでじゃあ次行きましょうはい First 1一個目。ですね人々はマスクを身につけるべきだ、ねえー every moment。これさ、時を表す名詞なので大丈夫ですか ?Yesterday とか Last year とか時を表す名詞って普通にこう就職後 M として福祉扱いでおけるよね。 なんで、ここに At the moment、アットザ・モーメント、アットとかね、あってもいいんですけど、えー、なくても全然使えます。すべての瞬間、あらゆる瞬間、マスクをつけるべき。って感じね。はい。じゃあ、あらゆる瞬間って言われても、どんな瞬間なのかっていうことで、that 以か。that they are outside of the home、ね。家の外にいるときはいつでも。って感じですね。はい。っていうことで、えー、この that の塊は、モーメントにかかってると思ってください。<え>家の外にいるときはいつでも。 まあだからこれ、every moment は every time とか、もしくはこの whenever みたいな感じですね。この that はですね、moment という時を説明しているので、関係福祉、when の代用です。関係福祉って that もあるんですよ。when とか where とか that で代用すること全然あるので、そういうふうに思ってください。家の外にいるときはいつでもマスクを身につけるべきだよと。はい、じゃあ次ね。for those overly infected, masks help trap. はい、一旦ここまで。For those already infected は、すでに感染している、こうかかります。ZOZO はね、後ろからこういう侵食がかかってきた場合って、人々って訳すことがありますからね。はい、人々。今回そうでしょすでに感染している人にとってはってね。すでに感染している人にとっては、 マスクは役に立つよ、はい、トラップこれトラップって動詞の原型なので目的語になっていてここに「トゥ」不停止が省略されていると思ってくださいヘルプってヘルプトゥー・ドゥのヘルプトゥーの「トゥ」が省略されてヘルプ原型になる時あるからねそうそうですはいトラップって、まあ、罠に仕掛けるってことだけどこの場合は危険な飛沫ドロップレット飛沫覚えてますか危険な飛沫をマスクがっていうか封じ込めるって思って、ね、そう外に出ないように封じ込める 危険な飛沫を封じ込めるのにマスクは役立ちますよそして keep them from spreading from それらが拡大するのをこれ「keep 意味わかりますか?「keep はね妨げるですね「プリベント」と同じだと思ってっていうのも後ろに「from があるでしょこれ「from ってこういう矢印なんですねそしたらこう目的ごとを「スプレッティング」っていうのを引き離してる感じなので このゼムっていうのは、このね、ドロップやつね、飛沫ね、えー。危険な飛沫が広がることから遠ざかる。そこからね、危険な飛沫が広がること、拡散することを防ぐ。ね、妨げるっていう意味です。いいですか、はい、キープはね、このフロムが来た時はプレベントと同じように訳しますんで、気をつけましょう。はい。で、ところでこのアンドを何と何並べてるかわかりますか原型同士だから、ヘルプとトラップでば2つ候補がありますけども、妨げるの に役立つなのか、マスクが妨げるなのか。うん、どっちでも良さそうですよね。妨げるのに役立つでも、マスクが妨げるでも。まあ、ただ、どっちでも良さそうなんですけど、まあ、そしたら近くのトラップ、マスクが防ぐのに役立ち、妨げるのに役立つ。うん、こっちの方がいいですね。はい、ででえー、ということで、これはこことここ、トラップね。トラップ keep 封じ込めて妨げるっていうふうに考えましょう。はい。じゃあ次行きましょうか。And for uninfected people 感染していない人々にとってはと。ほら、ここの、ね、対比関係でやっぱりこの像図は people っていうことがよりはっきりわかりますね。はい、次ね。Uh, masks decrease the amount of virus マスクはウイルスの量を減らす the rich in them. 彼らに到達する。ま、あこれ、感染してない人よ。感染してない人に到達するウイルスの量を減らしてくれると。はい、じゃあ次行きましょうか。As anecdotal evidence to demonstrate this. これを、デモンストレートは章と同じで示してみ、ね、これを示すためのアニクドー d ルエビデンス。アニクドー a ルっていうのはね、個人の見解に基づいたとか、逸話的なとか、辞書には書いてますけど、アニクドー v ルエビデンスは普通ね、事例証拠って訳されます。事例証拠。ね 何の事例に基づいた証拠ってね。はいで。で、事例証拠として、いいですかこのアズは全知ですからね。後ろに名詞しかありませんからね。はい、えー。これを示す事例的な証拠として、次。A cafe in South Korea was recently the site of a major cluster with one person infecting 27 other customers。さあ、わかりますか <noise> えーっと、韓国の カフェが最近、えー、現場になった。サイトって場所って、ね、場所になったと。で、何の場所かっていうと、of a major cluster。クラスターはもういいよね。日本語になってる感じですよね。感染者が大量発生する場所ですよ。大量の発生する大きなクラスターの場所になりましたと。with one person infecting 27 other customers。これは不対状況のウィズってやつね。一人の人間が 27人の他のお客さんに感染させる状態で、ね。はい、With OC ってやつですね。O が C の状態で。はい、一人の人間がね、まあ多分感染者がいたんでしょう。その感染者が27人にぶーッと移しちゃったと。And yet! これはしかしってね、もうそれにもかかわらずとてことですえ。Yet だけでもしかしって意味になりますけど、これあんダくっつくと決まります。しかし、えー、None of the employees 従業員の誰もそれにかからなかったと。そう。エンプロイー、従業員よ。働いてる人ね。そこで働いてる人は誰も感染しなかったんですよ。27人のお客さんには感染したんだけど、従業員には感染しなかったんですよ。なんでか。わかりますよね。 even though は接続詞ね。those、え、employees、ー、そういった従業員が危険な環境にいたけれどもと for much longer より長い時間。ロングは、えー、ロングタイムのことです。これ時間を表すとのロングって単品でロングタイムで見られるんで、えー、より長い時間と思って。で、えー、この for は期間の方ね。マッチは比較級の強調ではるかに。だからこれ何と比べてると思いますか お客さんですね。そこで食ってるお客,お客さんはまあ食べ終わったら出てきます。でも従業員はずっと働いてますんで、そこにいたお客さんよりもはるかに長い時間、その危険な環境にいたにもかかわらずだよ。いたんだけれども、they never took off their masks。従業員は一度もマスクを take off、ね、マスクを外すは k e off ですかね。取る、外すことがなかったんです。While the customers did, in order to eat and drink. はい、一方お客さんたちはそうしていましたそうしていたっていうのはマスクを外してたんですねイン o e トゥ a イー d r ンドリンクイン d e トゥ o は何々なんなんするためにって意味でしょなんでイートアンドリンクだから、まあ、飲食ね飲み食いするためにマスクを外してたまあ当然ねそうですよね外食するってマスクをしながら外食はできませんから外さざるを得ないですよ、ね、だからお客さんだけで完成つまりこれわかりますかちゃんと抽象、えー、具体なみ,みたいな感じですよ 中小ではマスクが有効だよって言って、その後実際こういう例があったんだよって具体例を表していると。だからマスクが大事だよっていう例ですね。はい。There simply is no completely safe way. えっと、税務公文ですから S と V がひっくり返ります。完全に安全な場所なんかないと。ね、to eat inside of restaurants or other shared indoor spaces、えー。レストランの中や、えー、他の共有の屋内のスペース、空間で 食事をする安全な場所これトゥーフテッシュは上に行かってでしょうねそうレストランの中や屋内の共有スペースで飲み食いする完全な安全な場所っていうのはないと、うん、はいということでいいでしょうかねまあ結構外食しづらい人だからねそうなるとね外食産業打撃ですよねはいじゃあ行きましょう次です、Second、二つ目はい「Because! The majority, though not all, of infections come from the larger droplets. ここまでが Because の傾でしょうね。すべてではないけれどもってます。すべてではないけれども、主な感染は来てるんだよと。大きな飛沫から来ている。ので、ここまでが Because の傾です。ので、social distancing decreases the amount of virus one is likely t encounter. ソーシャルディスタンシング。これはソーシャルディスタンスのことですけれども、英語ではソーシャルディスタンシングって、ね、ING で言うことが多いです、えー。ソーシャルディスタンスが減らす量をと。で、of virus。ウイルスね。ウイルスの量を減らすと。one is likely. この one は人ですね。人がエンカウンターする可能性が高いウイルス。まあ、エンカウンターは遭遇するですから、えー、そのウイルスに感染する、その可能性が高いウイルスの量を減らすと。 まあ大事なのはソーシャルディスタンスっていうことね。And that the of a そして従って減らすんだよ可能性を深刻な感染、ね、重篤な感染の可能性を減らすと。そうね、だからまあ大きな飛沫ってことは、まあ、遠くで離れてしゃべってると、ね、なんか飛沫をするんとしてもちっちゃくなっていきますからね。だから大きな飛沫というのはもうダイレクトにっていうことで、まあ、近くでっていうのがやっぱり危険なんですよ。 はい、3つ目。i r d last l e b e c a u s e a virus can float in the air for a longer period of time than many other diseases. はい、ここまでが because のにね。ウイルスは、フロートは浮かぶだから、空中に浮かぶ。空中にまぁとどまると。for a longer period of time. より長い時間の間。the many other diseases. 他の多くの病気よりも。他の病気より、このウイルス、コロナウイルスは、 ずっと空中に留まると。ので、good ventilation。そうね3つ目の対策が、この換気、ね。良い換気ですよ。こ良好な換気が必要なんだよと。と in all shared spaces。す、ね、べての共有空間では。to decrease viral concentrations and protect people、えー。これね、concentration ってわかりますか ?concentration は集中ってことですけど、今回みたいなウイルスのって言ったら、ウイルスが集中って言ったら、ウイルスのこのギューっとこ濃度ですね。濃度。 だからウイルス濃度が減るってことです。そして、えー、人々を守るとい。ウイルス濃度を減らし人々を保護するために、この安度はだからこのディクリースとプロテクトがつながってますね。そのために共有スペースで、えー、良好な換気が必要だよと。はい。っていう感じで終わりました。はい。えー、いかがですかねちょっと長かったですけども、なかなか、まあ、よく言われてることよ。要はマスクとソーシャルディスタンスと換気。 いいいいいううのかかに話です。これねまんま重0作文でも使えると思うんですよ。ねえー、なのでぜひちょっと映したりしたらどうですかノートに。ねえー、でもうなんかちょっとでもいいじゃん例えばテイクオフでマスクを外すとかそういう表現だけでもいいし何な,ならこれ全部バーって映してね、えー、よしこれウイけ来たらこのことを語るぜみたいな感じでもうなんかまらんきしてもいいんじゃないかと思っちゃうんですね。これ完全にオリジナルの英文なんで、 えとまあまあ言うてもね結局の YouTube 見てるとか何人いたとしても、ね、実際に暗記までする人っていうのは本当にわずかだと思います、ねえー、しかもそのわずかな人たちが同じ大学を受けるっていうのはね、えー、同じ大学で同じ会場に行ってみたいな同じ採点会に探されるともしそんなことがあったらね全員同じこと書いてるんじゃないかっなるかもしれない、まあ、別にそれは原点にはならないと思いますけど、えー、実はそういう人っていないと思うんで,、ね、で我こそはとね言、えー、う人はぜひこれ暗記して、ね、自衛作文とかある人は特にね、えー、試験に臨んでください とうとね、あと一段なく残ってます最後のねおうちっていうのをやって終わりたいと思いますがちなみにですねちょっとまあお知らせですけどコロナウイルスの話もう一本別の話を今書いてますで別の話を書いてますというかそのネイティブスピーカーにね依頼して書いてもらってるんですがこれは今の今回のやつってむっちゃコロナウイルスのなんか基本的な情報だよねでこの基本的な情報なんだけどもうちょっと踏み込んだ、ね、ちょっとこうなんですかね見解 こうなるニュースによって、えー、どういうふうに世界が変わっていくかだったりとかどういうふうに各国の対応が違ったのかだったりとかなんかそういったね、えー、ちょっとなんかより出そうなやつっていうのをね、えー、またほに書き下ろしでやってますんでそちらも是非お楽しみにしてください。はい、ということで今回の授業は以上です。